小惑星帯の資源採掘コロニーに行くことになったわ。予定では3年、看護婦としての適性を評価されて抜擢されたって府長が言ってた。しばらく会えないかもしれないけれど頑張るから。検視の結果、自傷死と診断されました。自殺ではありません。彼女は一月ほど前に軽度のピックマン症候群と診断され、薬物療法を施していました。外因性精神分裂症の一種です。ピックマンズホールの影響だなどとまことしやかに言われていますが、まだ解明されていません。シーカー小惑星帯ポイント4023、ベルトロガー9に到達。ビーコンチェック。現状にてステータス4020セコンドマーク。作戦を確認する。本艦はベルトロガー9から8万キロの地点にてクロスハンマーを射出。射出後ランバーと隊員以下アルファ隊はベルトロガー9のノースベイへ、サルー軍曹以下ベータ隊は同サースベイへ向かい、状況の詳細はレコードカードに記録されている。センチネル計画コマンド F3 実行。シーカー、未知のコマンドが実行された、確認してくれ。それとセンチネル計画シーカーよりベータリーダー水源のポイントアルファ。こちらはランツクネヒト。なんだようこそ。わしらはランツクネヒト。ようこそ。ランツクネヒトという名の人物は居住者名簿に見当たりません。偽名の可能性あり。オペレーションカウントダウン継続中。クロスハンマー準備完了。フットペッカーを確認。はい、射出10秒前、5秒前、4、3、2、1、射出。私はパトリック・サルー、統合宇宙軍に所属し、軍曹という肩書きを持っている。今から9日前、宇宙軍火星基地に採掘コロニーベルトロガー9からの緊急信号が入った。司令部は一個小隊の派遣を決定。我々は速やかに作戦行動を開始した。変更なし。続行せよ。
ータ02、ベータ04はツーマンセルにてバックアップ。突入を援護する。ラジャリーダー、ポイント25に侵入した。コード G2 発生。シーカーよりベータリーダーへ。コード39、プロテクト EP45、作戦を続行せよ。コード39、確認。ポイント 27A21 を制圧せよ。オペレーションプロキオンは継続中。フロア、ポイントマイナス9、0、マイナス4に端末を確認。ポイントマイナス24、0、8に資材搬入フロアへのゲートを確認。レコードカードを再生します。ベルトロガー9内部はいくつものフロアで構成されており、各フロア間の移動には ID キーモジュールが必要である。ID キーモジュールはベルトロガー9専用のもので、こちらで用意することはできない。しかし各フロアには必ずスペアがあると推測される。くまなく探してくれ。内部構造マップは各ブロンクスにインプットしておいたが、その情報は3ヶ月前のものである。現時点でいくつかの拡張工事申請が出ていることから、実際のものとは違うかもしれないが役には立つはずだ。ブロンクスのナビゲーションに従い速やかに行動してくれ。エクスパンドセルを入手しました。アーマーブレードモジュールを入手しました。こちらアルファリーダーランバートだ。現在敵部隊と交戦中。ベータリーダー、聞こえるか？アルファ対応、マーク。ターミナル暗号パルスを。こちらベータリーダー、タル。どうぞ。我が隊の生存者は4名だ。そっちの状況は？突入時に敵と交戦。生き残ったのは自分だけです。敵が現れた。後で連絡する。レコードカードで作戦を確認の上、強制調査を続行しろ。ロック解除。こちらランバート、状況はどうだ？タイ、敵の総数がつかめません。こちらは装備に制限があるため状況は不利です。敵の装備を奪取しながら補給しろ。タクティクスモードを G11 に切り替えろ。コロニー内のあらゆる設備を活用するんだ。了解。タクティクスモードを G11 に切り替えました。
ちらベータリーダー生存1敵戦力不明本体は現存戦力での作戦継続は不可能タクティクスモードを G11 で行動中救援を要請する了解に救援要請一度合流する工業作業区集荷場へ向かってくれ了解工業作業区集荷場へのルート解析終了サウスベイ資材搬入フロアより誘導デッキ発着デッキコンテナタワーケーブルダクト廃棄物管理フロアを向けた先にありますキーモジュールを入手しましたロック解除資材搬入フロアポイントマイナス52マイナス280に誘導デッキへのゲートを確認セカンドフロアに行くにはスイッチを入れ昇降板を動かしてくださいキーモジュールを入手しましたエネルギーモジュールを入手します。